阪神高橋遥人、最多74球、5回3安打無失点で2戦連続0負。ウエスタン、イーグ、オリックスさん、三阪神、22日、高槻、番肩や肘の手術から再起した阪神高橋遥人投手、28、実戦復帰後最多となる74球を投げ切った。22日にウエスタン、リーグのオリックス戦、高槻、2先発、5回3安打無失点と好投し、4奪三振、3塁を踏ませない好投を見せた。前回登板の8日中日戦、鳴尾浜に続き、2試合連続の5回無失点投球となった。8月中には1軍で投げる姿を見たい。チームが一番苦しい時に戻ってきてほしい。才木投手と高橋投手が左右の両輪で村上投手、大竹投手、伊藤投手、ビーズリー投手全員でテナントを制してほしい。高橋遥人投手に関しては、イニング数が増えるたびに、そして高騰するたびに、期待と同時にそこはかとない不安を感じてしまいますが、早く一軍で投げる姿を見てみたい。T.O. から、トーマス、福田と一軍戦略打線に、5回3安打1四球は、他の投手なら合格点だろうけど。夏のロードに合わせて、帰ってきてほしい。初回はちょっとバタバタしてたけど、あとは危なげないピッチング。次は7回くらいまで投げるのかな。早く1軍で見たいけど、今の打線じゃゼロに抑えても勝ちつかないかもな。順調そうで何より。野口もホームラン打ったし、ファンも明るい話題があって良いね。だいぶ投げられるようになったね。でも焦らずじっくりやってください。今シーズン1軍で投げる機会があれば十分です。才木と並んで回答してくれる先発がほんまに必要やわ。今のところ好調時の西優しかすっきり回答してくれない。今年は完全復活とまではいかなくても、1軍で100球制限で投げられるようになってほしいな。高橋が戻ってきた時には打線の調子が上がっていてほしい。勝ちがつかないとかわいそうだ。才木みたいに復活してほしいな。まずは支配下にならないと。春と待ってるよ。焦らないでもよいから万全で戻ってきてね。青柳よりよっぽど期待感がある。支配下待ったなし。待ってます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。